汚いスニーカーロッテンスニーカーコンテストはアメリカ合衆国のフットケア企業オードイーターズ主催のコンテストである。このコンテストは使い古して汚くなったスニーカーを競うコンテストで最も汚く履き潰したものが優勝となる。ロッテンスニーカーコンテストは1974年にバーモント州モントピリアのスポーツ店の店主が新しいスポーツシューズの宣伝のためのイベントとして 創始したものである。会場となったモントピリアシレクリエーション局で考案したスポーツ店店主が最も汚く臭いスニーカーを人揃い選び、翌1975年以降、このイベントはレクリエーション局が毎年主催する公営のイベントとなった。1988年に現在の主催者であるオット・イーターズがスポンサーとなり、以降も 毎年行われている。現在、このコンテストは5歳から15歳の子供を対象としており、最初に全米各地での地元大会が行われ、各地区の優勝者が3月に開かれる、本大会に出場する。コンテストの審査基準は、匂い、状態、どのように吐き潰したのか、スニーカーの持ち主である子供からの口頭での説明とされる。審査には NASA に勤務する科学者や、 ブラウン大学の教授などといった専門家が参加している。歴代の優勝スニーカーはモントピリアの視聴者の陳列棚に保管されている。ありがとうございます。